2、2、1000倍。こんにちは、福山由美です。今日は100均コスメフルメイクをしてみたいと思います。イエーイ。いや、この企画ね、いつやってたんだろうと思ったら1年前くらいにやって、それ以来ずっとやってなかったので、久しぶりに100均に行ってコスメをゲットしてメイクしてみたいと思います。ユアグラムを買ってきました。体操のコスメのところ久しぶりに見て、めちゃくちゃ増えてて、特にアイシャドウの種類多すぎてびっくりした。なんでフルメイク、まあフルメイクかな、やってみたので、ぜひ最後まで見てください。それではメイクアウト。はい、じゃあメイクやっていきます。100均にベースとかはなかったので、普通にいつものベースからやっていきたいと思います。最初はこれ使います。ユアグラムのマーブルフェイスパウダー02番です。これなんかよくデパコスで見たことある。ちょっとなんか結構粉っぽいかも。ラメが入っててキラキラしてるから、なんかハイライトとかにいいかも。全体に塗っちゃうと多分乾燥するね、これ。じゃあ、次は、アイブロウパウダー、ブラウン2番。これでまず、目に描いていきます。あれ、結構描きやすい。チップが硬くて描きやすいかも。本当はね、アイブロウペンシルが欲しくて、なんか人気じゃん。このユアグラムのアイブロウペンシルが、めっちゃ細くて描きやすいって人気だったけど、なくて多分売り切れだったのかな。これにしました。ちょっといつもペンシルだからすごいこういうパウダーってなれないかも。どうだ？なんかちょっと難しいね。次に、アイブロウマスカラ A01 番です。これをちょっと塗ってみます。お！なんか良さそうだぞ。塗りやすい。ドバッとつかないか。よっ！ちょっと匂いは。あ、ちょっと匂いはきついな。でも、別に使いやすさはかなり。今日なんかちょっと肌のツヤ感すごい良くないですか？最近肌のあれが治安も悪かったけど、今日はいい感じ。なんで？眉毛 OK です。次は、アイシャドウにいっちゃおうかな。グルーミングアイカラーパレット01番です。すごい可愛い。秋っぽいね、しかも。なんか全体的に秋っぽい色多かった気がする。なんか真ん中の色を全体に詰めてます。あ、可愛い。可愛いっていうか、なんかベースにぴったり。パールが入ってて、ハイライトみたいで。あ、全体に塗ると多分こう可愛いよ。結構こう、大きい。ほらほらほら、わかる。これが、ツヤってほら、こっちに塗って、こっちに塗って、ツヤっとしてる。可愛い。こちらの色と、筆の大きさくらい、のせまーす。あんまり色がわかんない。あ、でも、ついてる、ついてる。で、これを、ちょっとこういう細いやつで、同じ色を下に塗ってみます。どのつかないかな？気持ち、焦る。オッケー。したら、この濃い色を、こうやって手に取って、手でなじませて、なんか上、ここら辺に乗せていきたいです。ドバってつかないように一回指で乗せると。こうやって内側からこうやってするとすごい綺麗なグラデーションになる。おー、可愛くない？ほら。いいね。これちょっと下に乗せようかな。何もついてないチップを用意してください。で、さっきのこの赤チェっぽいのをちょっと下まぶたに乗せると大人っぽくなるんですよ。下まぶたギリギリの痛い、ここの目頭。あんまり大きく塗っちゃうと怖いから、まつげの下くらい。次、いや、100均のコスメにこんなグリッターがあるって知らなかった。ユアグラムのグリッタージェム05番。めっちゃすごくない？これ普通に韓国のさ、ヌモムとか、そういうさ、グリッターが多いところにこいつ似てるもんじゃ。かわいいね。あ、結構、あ、ジェムジェムだからちょっとべっきりしてる。まあ、じゃあまぶた上に乗せてみよう。おーおーすごーい。密着すごいね、これ。すごい、わかる？すごい。
中心だった。あ、かわいいかも。うわ。うわ。これはでもいいね。優秀だ。これ200円でした。したら次は、アイライナー1個かな。これ200円のやつなんだけど。ブラッシュリキッドアイライナー02番。バーガンディ。あ、じゃあバーガンディブラウンだ。バーガンディブラウンだからちょっと秋っぽくて可愛いかなと思ってこれにしました。あ、こんな色。ほら、ちょっと赤茶っぽくない？可愛くない？これじゃ塗ってみます。ちょっとかなり赤っぽいかも。あ、すごい、バーガンディだ。あ、結構赤くない？でもこれは可愛いと思う、色。すごい。ちょっと秋っぽいメイクしたいなとか、カラーメイクしたいなっていう時すごいと思う。この最初に使ったこの色で、ちょっとぼかしていきたいと思います。お、ちょうどいいね。ちょうどいいよ。ちょっと、うっすら見える。アイブロウで、涙袋の影をちょっとちょい足ししていきます。ここら辺も塗って。OK。次がマスカラです。ロングラッシュマスカラ BK1 番、ブラック。これね、ロングタイプ。ボリュームタイプとロングタイプあったよ。あー、でも結構綺麗に伸びるかも。普通に塗りやすいし、あとダマにならないかな。ただちょっと匂いがやっぱきついかも。それでもそんな、今塗ってる時にちょっと匂うくらいで。つけてる時は匂わないで、全然。塗れました。じゃあアイメイクは完成です。そしたら、そう、チーク忘れてた。あった、確か。なんとかチークブラッシャーってあった。買わなきゃって思って忘れましたので。今日はチークなしの大人っぽい、大人っぽ大人っぽで。ちょっと滑舌が悪すぎて、すみません。じゃあもう最後、リップですね。で、リップオイルの PU1 番。リップオイルです。色合うかわかんないけど塗ってみます。あ！あ！いい感じ。ナチュラルで色がちょっと深みがあるけど、可愛いかも、この色。結構、これは大人っぽい。深みが出ました。メイク完成したので、髪の毛整えます。はい。完成でーす。なんか全体的にちょっと大人っぽい、落ち着いた感じになったかわからないけど、いい感じでーす。やっぱこのね、バーガンディのアイライナーが、すごいカラーメイクっぽくなっちゃった。すごい全体的に使いやすかったし、安いし、あとグリッターもすごい良かった。結構ね、前から100均のコスメとか、この油圧グラブを使ってまたメイクしてくださいとか、結構ね、1年前くらいにやってて、それ以来やってなかったので、久しぶりにやってみました。皆さんもぜひ見つけたら使ってみてください。バイバーイ。